ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。予定していた通り、本日、2018年1月31日、中国のスマホメーカー、OPPO が日本に参入する第1弾として発売されるスマートフォン、R11S の価格や販売店などが正式に発表されました。まず、価格ですが、57,980 円となります。ただし、販売店によって多少前後はします。発売日は2月9日からで、販売店はビッグカメラとヨドバシカメラになります。ただし、OPPO は本気で日本のスマートフォンのシェアを狙っていますので、販売開始直後はビッグカメラとヨドバシカメラだけとは言っていますが、その後他の家電量販店や Amazon などの通販サイトでも販売されるのではないかと思います。以前の動画でもご紹介しましたが、再度 R11S のスペックを紹介すると、まず CPU は Qualcommの Snapdragon 660、RAM は 4GB で ROM は 64GB、 ディスプレイは 6.0 インチで、解像度は 2160×1080 ドット、最近流行りの18対9のディスプレイとなっている上、ディスプレイのタイプとしては有機EL になります。カメラは背面のメインカメラがデュアルレンズとなっていて、画素数としてはそれぞれ2000万画素と1600万画素、そして両方とも F1.7 という非常に明るいレンズを採用しています。前面のインカメラはシングルレンズではありますが、2000万画素でインカメラとしてはかなり高解像度のセンサーを搭載しています。バッテリーは 3205mAh で、OS は Android 7.1 となります。ただし、その Android が動いているわけではなくて、Android 7.1 の上に ColorOS という独自の OS が載っています。機能的なところでは、急速充電に対応しているほか、指紋認証や顔認証両方に対応しています。ただし、顔認証については、あくまで簡易的な顔認証となります。そのため、本人の写真を用意すると、ロックが解除されてしまう可能性は十分にあります。防塵、防水については非対応となっています。全体的に見ると、6万円弱という価格からすると、かなりコストパフォーマンスは高いのではないかと思います。Snapdragon 660を搭載して、約6万円のスマホというのはありますが、有機EL ディスプレイや縦長いディスプレイ、そしてハイスペックなカメラを搭載して6万円という端末はあまりありません。最初にもご紹介しましたが、発売は2月9日から。販売店はビッグカメラとヨドバシカメラになります。海外でもとても評価の高い端末ですので、手頃でハイスペックな端末が欲しいという方や、綺麗な写真を撮りたいという方には特におすすめの一台と言えます。防水に対応していないなど欠点もありますが、それ以上にかなり魅力的な端末ではないかと思います。機能的にも面白い機能がたくさん搭載されていますので、その辺の詳細についてはまた別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。